さあ、はるか、健吾、カズサ、バキュン、ケンヤ、スクワットです。じゃあ前回の動画で家にいるドッキリしましたけども、うん、今回本題がありまして来ましたと。夏の終わりにこの2人が宿題が終わってないぞと。はい、まあ、あの本日の企画は何ですか？視聴者の宿題手伝ってみたまあ、インスタで夏休み宿題終わってない方を募集かけたところ、2人が夏休み宿題終わってないということで、はい、今回ねこちらのうちにお邪魔させていただきます。ちなみに何が終わってないか。星の観察です。やばい。自由研究とお弁当です。かわいい。家庭科のお弁当作りの方を手伝っていこうかなっていうのを、あと星の観察を。まあ俺らは数々のね料理動画を乗り越えてきてるから、手を使わずに唐揚げを作るし、ね、足だけで料理したりしてるから。じゃあそれではね、夏休みの宿題やっていきましょう。せーの、あっちゃん。スクワット。お弁当作りの何を作るかっていう会議をしていきたいと思います。よっしゃー。はい、カズ、なんかある作りたい。ご飯作る。ご飯系がいいんだ。ナイス系ね。水カルスとタンパク質。うわ、いいね。筋トレ。カルスってね、筋トレすごいから。そうだ、だからチキンとかは結構いいな。体つきが。筋トレに行くとか。そうだ、いいな、いいな。ケンは何入ったら嬉しい。ウインナーいいね。カズ答えてた？鶏胸肉、ウインナー、ご飯で何作れる？塩加減とか。何言ってないわ。これターニアが得意だから。料理ね。鶏胸肉でしょ。はい、ガチガチ回しました。ああガチガチ。はい、何が出ると思う？みんな何出ると思う？分かんないでしょ。ちっちゃい男の子。俺らが介入している以上、学年で一番の弁当にしなければならない。そう、モテるで、今日で。マジか。料理長、一個だけ僕、いいなと思ったものがあるんですけど。ナイスした。はい、3食の丼作るのはどうでしょう。あらら、いいですね。料理長、それで僕7食やりたいです。7食丼作りたいです。ああ、いいね。ちょっと青とか紫とかキモすぎるけど。私たちはナスで代用。ああ、なるほど。じゃあ早速ですが買い出しの方に行ってまいりましょう。それではやっていきましょう。せーの、バーン。あ、危ないよ、スクワット。買い出しから帰ってまいりました。はい、うん、さあそっち側からね、鮭フレーク、オレンジ、オレンジ、はい、青がなかったから普通にそぼろにしました。そぼろですね。で、ピンクがハムです。で、黄色が卵ね、うん、緑がピーマン、はい、と、まあちょっとあと野菜をね。で、紫がナスとしば漬け、で、赤がワンピースフィルムレッドです。へぇ、じゃあ何だ、何だ、何だ、これ見ました、見ました。紫色の袋のやつがバレずにカゴに入れてました。入れてました。で、その横に緑の H って書いてある悪いやつもいました。お前やお前や。まあ、一応ね、赤ウインナーね、はい、赤ウインナーが赤。おかずが欲しいっていうことで、はい、唐揚げ作っていこう、はい、食べたいって言ってたじゃん、はい、鶏胸肉とかね。だから唐揚げも作っていきます。はい、いつもの。それ、出来上がってるやつじゃないの？そうそう、事前に作っておきます。お前、存在コーナーにあったやつ。大丈夫、家庭科の先生、この動画見ねえよ。おい、バカお前。じゃあ早速料理やっていきましょう。行きましょう、はい、料理長ちょっと指示からいいですか？その誰に何をやってほしいか。一応俺らが進んでやったらもう宿題じゃなくなっちゃうから。そう、一応料理長がメインで、ね、7食あるから1個ずつ片付けていくか、はい、赤からやっていきます。じゃあウインナーから。はい、お願いします。あ、やしね。俺黄色じゃない。やれ、働け。いや、お前の指示は聞きません。料理長ですから。料理長、料理長、料理長、手余ってます。なんか切ったりさせます。あ、じゃあピーマン切ってもらえる。あー、ナイス。水担当あれかっすね。一回冷静になる。宿題の本人が料理してねえよ。おー、危ない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 。じゃあピーマン押してみましょうか。あ、分かりました。こういう感じで切っていけば綺麗なピーマン。ルルチョ、ルルチョ、はい、タートが働かせた方がいいです。何もしたいんで、この子。みんな切ってもらって。みんな、ピーマン、ここから切って。切ります。
あれゆうちゃん、なんかしてます。あれお腹出してくれるか。あ、店長すいません、お先にまかないいただきます。ダメじゃないですか。あれ、ウインナーも切れてなかったし。あ、ウインナー切んのか。ガチ、お前ガチの。何やってんの。お前食ってたの。一緒に食ってた、こいつも。ケープでないよな。食ってたって。俺は見てないもん。ヨルちゃん、行きます。行きます。うん、やっちゃって。どうすか。いいんじゃないですか。あ、よし。あらら、いいじゃん。あれ7分の1完成したから、これで、うん、とりあえず一通り料理長やっていきましょうか。やらいましょう。あ、はい、あ、はい、いよ。ゆっくりでゆっくりでいいよ。ゆっくりでいいよ。バレ、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 バレだ、バレだ。料理長が今ピーマンでこうね頑張ってくれてるのに、我ら二人でこじこじこじ何してる？何してる？ああ、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 いけるんじゃん。待って、食べ食いしてんだけど。ケンヤだけ食べたの？うん。食べてない。うまい、うまい、うまい、うまい。いいね。いいね。え？いいよ。マジかよ。料理長がピーマン切りました。ありがとうございます。素晴らしい。料理長、すいません、書いときます、この工程を。後で多分書く。あ、そうっすね。だから暇なんで書いときます、うん、あ、そうっすね。あ、いい音。あ、いい音。料理長今最高にかっけーっすよ今。マジか。この姿ちょっと見せてやってよ。ちょっと気が勝ちこね。ちょっと気が勝ちこね。はい。これでもうかき混ぜればもう完成です。これもここに盛り付けてくれれば。いいね。まあこんな感じでね、ピーマン舞台これで終了でございます。はい、ありがとうございます。ちょっとごめんね、一回止めるわ。一回止めるわ。お父さんと乾杯すな。お父さん、じゃ。お父さんと乾杯してる場合か、お前。この先が一番うまいな。ごめんな、帰り俺運転できねえ。ということで、あ、しば漬け料理してから。え、なに、料理するってない、その、どうすんの。いや、めちゃくちゃ大変。俺これ覚えるのに3、4年かかってますね。あ、ほんと。しば漬けの料理、まあ、それ教えたって、ちゃんと。そう、手洗って、こう、こうつまみ、うん、うん、こう、こう入れるの。え、もう、プロじゃないですか。そして料理長の仕事なかったぞ。お前が盛り付けて終わりだよ。え、ちょっとさ、ウインナーってもしかして全部食べちゃった？赤ちょっと足らんくない？赤足りないっす。赤足りないよね。で、なんかさ、カズがさっきウインナー食ってたよね。全部食い切ってないよね、カズもしかして。やってんだ。やってんだ、やってんだ。なんかケイヤン、なんかわかる？食ってた、見た見た。でも本当にこれ聞いてください、うん、マジケイヤンに胸から捕まって食えって言われて。ケイヤンのせい、ケイヤンのせい。さっき家族にね、金をなんか取られたから返してって言ったら、返すなら目から食えって言う。ちびっこ相手に金取って目から食えって。バカやん。甘すぎる。料理長、はい、料理の工程ですよね。確認だけしていただきたいんですけど、こういうのでよろしくなかったですか？工程ってこれ。これ、あれ、え、お前さ、20分ぐらい黙ってるとこからずっとそれから20分ぐらいここで黙ってるとこ。あとでレポート書くの大変だよ。麺をかけるだけで混ぜると綺麗に混ざる。これ名シーン、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 一番。おいしょ。音がいいよね。いいね。お、いいんじゃ、え、いいんじゃない？いいね、慣れた手つきで。うわ、料理長えぐいうまいっすね。上手だ。でもパラパラ加減がすごいわ、もう。あ、いいね。良さそうですか？いいですね。ご飯共有してくれてます。何？どうしたの？どうしたの？え？え？カズがケンヤの胸ぐら掴んだ。おぉ、泣いてるよ。じゃあ嘘だよ、嘘だよな、嘘だよな、やってない。やってるだろ。やってねえ。ほんとごめん、ほんとごめん。大丈夫。もう怖すぎるよ。久々の自分よりちっちゃい子だから。あと一色だけにするか。そうしましょう。じゃあ次何色ですか？あ、次ピンクのベーコンを、はい、炒めます。はい、1枚ずつこうオリーブオイルの上にここ置いてみようか。フルシーンもらえる？フルシーン、ね、無理だよ、無理。まだだね。無理無理無理。ちょっと急がせんだよ。お前本当だよな。急がせんだよな。そうだよ。すいません、お会計でお願いします。はい。すいません、レモンサワーまだですか？あー、すいません。じゃあ料理長どうします？いや、追い出しましょう。あ、追い出しましょう。主演の対応説明。行きました。うわー、こんな盛り上がるんだな。そうやな、おかしいよな。素直だな、お前はな。ちょっと待って、贅沢じゃないの、これ。うまいぞ、これ。
まあちょっとね7色入らなくて6色になっちゃったけども、これは多分一番あれじゃない豪華な弁当になったんじゃない。確かに色鮮やか。じゃあこれで最後に写真を撮って夏休みの宿題クリアということ。はい、そうですね、はい、お疲れ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで無事終わりました。意外に難しくて、その7色入んなかったのが残念でした。あ、確かにね、7色入れたから。もうなんか料理してて思ったこといいな。はるかさんがずっと使えなかったな。はるか君、ちょっとごめん。ずっとお前聞こえてる言ってたから、はるかが使えなかった。3、4回言ってない。何やないやろ。カズ君も使えなかった。これ誘って飯食ったよ。一緒身長ちっちゃいから同級生だと思った。身長3センチしか変わらないからね。ちょっとね、星の観察だけね、ちょっと時間的にとか雲的にでちょっと行けなかったですね。それ残念だね。今日はこちらで、はい、終わりますけど、はい、あの残りの宿題も頑張って終わらせてください。頑張れ、頑張れよ。泣くな泣くな。全然泣いてねえよ。泣くなよ。まあ、なんならちょっとうるさいと思ってる。本当にごちそうしてくださって、はい、すごいことになりました。そうピザと寿司が届きました。いただけないですって言って、そっから記憶ないですけど。気づいたら今こんな感じなんですけど。見て見て。おい、いや、ごちそうさまでした。ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、ということで以上、スクワットの夏休みの宿題を手伝うでした。はい、それじゃあ次回の動画を見てください。バイバーイ。スクワット、スクワット、チャンネル登録。